私前回の参議院の選挙の時にすごく思ったのは、すごい、まあ、民主党が勝って自民党が負けたですよね。それが結局やっぱり地方切り捨てみたいな感じのところがあって、地方今まで地方はすごい自民党強かったのに、今回前回の選挙の時には、まあ、地方ほど民主党が強かったっていうような感じでどんどん出てきて、でやっぱり私はむしろその選挙の結果を見た時に、あ、民主主義っていうのはあるんだなっていうふうに感じて、まあ、そういうふうな構造を、まあ、地方の人は特にそういうのを感じて、そういうことをやっぱり結構投票として表現していると。でそのことによってね、まあ、結局安倍さんが辞めたのはその選挙の結果だから、ちゃんと首相も変えましたっていうふうにはなったわけで、首相にノーっていうことも言えたっていうことで、まあ、やっぱり本当に民主主義っていうのはあるんだと思ったし、で、まあ、その中で一つには、例えば、なんだろう、まあ、美しい国とか言ってたこととか、まあ、反ジェンダーフリーみたいなことっていうのはもう結構言ってたのに全部流れて終わっちゃったから、それって本当選挙のおかげっていう感じが、まあ、でもちょっと今麻生さんになったんでまだ戻ってますけどね。まあそれはそのショックみたいのがまたなくなったけど、でもまあその時点ではそれを一回止めることができて、あ、これおかしいっていうことになったと思うし、で自民党自体もやっぱりものすごい傲慢さが減って、そのことによってあからさまにもう一日にして変わったっていう感じがして、だからもしその選挙全体で言えばすごい民主主義っていうものがその実現した選挙だったって思うんですよ。自分が覚えてる限りの中で一番実現した選挙、まあ問題多すぎちゃってそこだけ実現してもあんまり解決には結びつかない、でも勝つより負けた方、まあ、自民党勝つより負けた方が全然良かったわけで、でそういう意味では素晴らしいと思ったんですよね。でそういう中でそのさっきのなんていうのかな、まあ、おじいさんの選挙の結果っていうのは、その日本人 の多くの人は、まあ、その投票でそういうことを示しているんだけど、まあ、ゲイとかレズビアンの人も日本人なんだけど、そういう人がそういうふうに行動したことに比べるとなんかあれって感じがして、どうしてなのかなっていうのがやっぱり、うん、自分の中ではレズビアン、結局レズビアンとかゲイの人が自分のことをどう思ってるかとか、レズビアンとかゲイの効果が出るってことですけど、どう考えてるかってところがの問題かなと。その選挙に行って何か変えるとかっていう気持ちは全然普通多くの日本人さん持っていて、まあ、それのことはあると思うけど、むしろだから自分たち自身というかレズビアンとかこの選挙の、まあ、おついさんの選挙の結果っていうのは、レズビアンとかゲイの側、日本人のというよりはレズビアンとかゲイ のなんか考え方とかの問題なのかなっていうふうに私自身は感じていて、で、なんかなんていうのかな、自分たちの周りの人ではみんな投票したいって思っていて、そういう人たちしかいないからあんまり分かんないんだけど、そのなぜしないのかという気持ちを本当はすごい知らなくちゃいけなくて、でそれがすごい分かりにくいっていうか、少なくても、うん、自分には分かんない、うん、で例えっていうのが一つで、もう一つあと今日お話聞いて思ったのは、そう、なんかシングルイッシューってレズビアンのことだけでやったってことを打ち出したことはどうかってことなんだけど、私はさっきちょっと言われたちょっとそれだけじゃっていう人が周りにいたって話で、私とかはなんていうのかな、カムアウトした時点でもうおじいさんレズビアンだっていうのがあって、それですごい入れたいって気持ちがあるから、で私はレズビアンで、例えばまあちょっと分かんないんだけど環境問題についてこうしたいとか言った方が、私言っても私は平気、平気っていうか、そのレズビアンだってことをカムアウトしたってことで、そのレズビアンとかゲイに対するあの肯定感っていうか、そんなもう出てるから、でさらにで、そういう自分がこういうポリシーですって言って違う意思を立てた方が、なんかそういうことだったもんね、うん、そう、私は その話を聞いて、そういうことなんじゃないかなと思って、それはすごい分かる、もちろん入れたいんだけど、うん、そのなんで入れる、そのなんていうの、そこだけではなんか物足りない、そう、だからもうレズビアンって言った時点で入れたいから、それはもうそこでいいから、その中に自分の欲しいものをくれっていうのが、いやでもあの時は結局ビアンとゲイとで何人いるのかってこうやって数えたわけだ、うん、ね、何パーセントで何パーセント少なめに数えたってさ、10万20万とかっていう話になってたわけでしょ、うん、でシングルイッシュでやった方が分かりやすいです、ね、でレズビアンでなおかつその金融問題、環境問題、なんとか問題ってやるとなおさらなんか分かんなくなってきちゃうっていう話もあったわけだ、うん、その時にじゃあどういう今だから言えるけれども
あの段階でじゃあどういう戦略を制作的には、うん、たくさん言ってたよね、一応いろいろ出してて、女性の問題であるとか、まあ、地方議会の中でやってて、うん、いわゆるだからマイノリティイシューですよね。例えばシングルの問題とかっていうのはこれからどんどん異性愛者の中でも増えていくので、例えば一人で安心して出会える社会とか、私は自殺のこともすごくやってたから自殺のこととかも入れてたんだけど、じゃあね、その政策まで読む人が一体どこにいるのかっていうのもまた発信者側から言えば、みんなほらこうしてさチラシもらって政策読んでる、うん、だからプロフィールとか見てるよ、まあ、人の学校とかさ、だからさレズビアンっていうのがガンって書かれちゃうことによって後ろのものが見えなくなっちゃった人たちがいっぱいいたんだよね。逆にそのチラシは何に届いたのっていう、逆にね、だからっていうのもどちらかとあって、うん、例えば分かんないんですよ、分かん、もうこれ終わってしまった結果だから、うん、でそこで例えばレズビアン国会に一撃っていうのを、じゃあおつるかな子国会に一撃とか地方の声をね、あの届けますとか女性の声を届けますに変えて取れたかっていうと、そこの問題ではないと私は考えている、うん、そこを変えたらじゃあ6万出たのかという問題ではないな、それよりも政策がじゃあどこまで届いたのっていう範囲のところの狭さに、自分 あのさっき北山さんが言った組織力のなさとか電波力のなさとかっていう部分があったのかなというふうになってて、ちょっと違うんだよね。ポリシーがレズビアンのことだけって言ったんじゃなくて、その例えばポスターとか書いた時にレズビアンって言葉を入れて、で政策とかは、まあ、チラシ際のパンフレットとかに書いてあるわけなんですよね。だからレズビアンとかっていうことを肯定的に受け止めた人がそれでさらに入っていけばそれは分かったはずだから、まあなんだろう、そうするとその根底にやっぱりレズビアンであるっていうことをフォビアがあって、でだから私はだから入れるっていうふうにつながるんだけど、この辺の人は大体だから入れるなんだけど、だから入れないけど、なんか違う政策あるなら言うみたいな風になっちゃう。だけど自分もそうだからなんか意見とかは言っちゃう。他の雑誌も一緒にやって買うのと一緒みたいな。そ そうみたいな。投票することとかそのチラシを受け取ることがレズビアンであるって私はこう言ってしまってる。したんだっていう風な言い訳をしたら。言い訳だ。そうそうそう。だからね、2枚用意してくれればいいのにっていう意見とか。まあ、あったですよね。そうそう、マーケティングだね。あとそう、例えばだから一番になるなら、だら選挙の仕方にもよるんだけど、例えば今回のオバマさんでもそうだけど、大統領選挙の時に自分がアフリカ系アメリカンであるということは、まあ、顔見たら分かるからあまり言わないし、活動家じゃないじゃないですか。だから彼は結構私の中では保守的な政治家として見てて、うん、すごく中道的な保守的な政治家というふうに見えてるんですね。だからこそ一番になれた。うん、どこでもそうだけど市長選挙とかそうだけど、うん、あんまりだからそういうマイノリティ性を出さないことが、うん、あの全体を安心させることになるっていう戦略も実はあるんですね。そうアメリカでは、ね、オバマに関しては Not too black、うん、ブラックすぎないからいいんだっていうような言い方を持ってきます、ね、うん、だから例えば私が市長選に出るなら確かにプロフィールのところにしか多分出ないだろう、自分がレズビアンだということとかは出ないだろうっていう感じですよね。だからその辺がね、どの選挙に出るかによってもやっぱり出し方、うん、アイデンティティの出し方って変わって、うん、あとその出し方っての意味が伝わり損なったっていうか、うん、時間がなかったのもあるでしょうし、そういう感はあるかなって。